中山千明は、制作会社イースト勤務の、僕らの音楽に担当テレビプロデューサーで、元日本放送名物ディレクター。東京都港区出身。港区立飯倉小学校、港区立城南中学校から都立日比谷高校へ、進む。学習院大学文学部を卒業後、約1年間、西部百貨店などでのサラリーマン生活を経て、 それいけビッチら大放送のラジオパーソナリティなどを務めた後、日本放送に入社。ディレクター時代は、オールナイト日本、ヤングパラダイス、南の洋子なんのこれき等の番組を担当。特に、デーモン、小暮のオールナイト日本では、パンストを脱がせたい女コーナーなどで流れた、天中下してやる、許してくださいと言えなどの過激な掛け声とともに、たびたび番組に乱入。 小暮れ伝え絵門の名義のソロアルバム、公職一万世男にも登場している。また芸能人が多い家系であることがきっかけで、オレンイエコネクションのコーナーが登場。中山家の家紋が入ったジャンパーを着ていたことも、番組中では題となり、番組ノベルティとして、モンドコロステッカーが作られることともなった。また、無類のボクシングファンとしても知られ、その知識と分析力は、 専門家以上の声も、本人はモハメド・アリを警護する。自身は高校、大学時代にラグビー部に所属。おじに歌手のハタテルを、俳優のハタ・ショウジ。またいとこはハリウッド俳優のケディ・ヒロ・ユキタ側。ハタテルに関しては親戚のつながりでデーモン、小暮レのオールナイト日本のスペシャル企画として放送された月曜オールナイトだよ。 歌ってマンボ全員集合。ダメだこりゃーのマンボ大会の審査員として出演している。ありがとうございます。